若女神神社は、福岡県北九州市文字区文字3492に所在する神社。五歳神は、天テラス大臣の新たま、道坂九県の三玉天祖無吉姫命。別称瀬王律姫という月の女神であり、汚れを払うみそぎの神様、潮の満ち引きを司る、導きの神様とも言われている。また、人生の最後の導きとして、 関門海峡での海洋散骨を執り行う。別名、早戸社。旧社格は、剣社。古来より、日本では、神は万物に宿ると考えられてきた。そして、太陽、ガツ、風、雷、山、土、川、海、この世にある全てを八百万の神と呼び、その神々を崇拝する場所として神社が建てられた。若女神神社は、 九州の最北端に鎮座する神社で、関門海峡に面して社殿が立つ。社殿によると、中愛天皇九年創建とされる。神宮皇后が神の教えのままに、現在の朝鮮半島である三冠の征伐に向かわれ、勝利した際に、放祭のおぼし飯をもって創建されたと言われている。五祭神は、天照大臣の改ま、道坂九県の三霞天孫むき姫命。別称。 世王律姫という月の女神であり、汚れを払う禊の神様、潮の満ち引きを司る、導きの神様とも言われている。海峡の守護神として、数形を集め、剣武三年、足利高氏、王栄年間王氏義弘、天正三年、二穂日本日立之助などによる諸社殿の修築造営が伝えられている。現社殿は明和四年小倉藩主小笠原中房の再建によるものである。 文字古駅前にある、わかめ狩り新寺造創券より続く、わかめ狩り新寺の循環、つまり、万物の源を表現している。古くから、日本人は、太陽と月に感謝し、木、火、土、金、水を大切にして生きてきたことを意味している。朝、太陽を見て、土に触れ、水を感じ、木々の音を聞き、火の熱を感じ、金に触れ、夜、月を見る。 五感で日々自然を感じながら自然との共存により生きてきた日本人の原点を示している。ありがとうございます。